ポチッとな。今さ、動画をね、アップしてたんだけどね。それでさ、見返してたら、あれなのよ。光がね、すごいの。そう。だからそれを、画像を撮ったから、ちょっと見て。うん。あれでも言ってる、動画でも言ってるんだけど、うん。また画像にもしてみた。いや、これすごい光の波動っていうか光だから、これ見た人皆さん、超ラッキーですよ。と思いましてね。うん。なんだろう。もう、すごい。比較できるように、最初の太陽さんが出てる、アマテラスが出てる画像を上げておくね。それと、その光ってるところと、何十秒って差がないところの距離だからさ、距離的にも。うん。なんで、ちょっと見てください。どうでした皆さん、あの光。あれね、動画で見るとビカビカってなるんですよ。また。そう。昨日見たく。友人様のさ、感応した時見たく、光るんですよね。すげえなと思って。うん。こんだけなんか毎日いっぱいこう、ね、友人様だったりとか、光だったりとか、ね、アマテラさんだったりとか出てくれるのも、本当に、さらに僕はテンションが上がります。うん。で、ここのとこね、声の調子もいいんですよ。喉の調子がいいというか、声が出るんです。はい。そう。調子がいい。それでね、今コンビニ行ってね、ちょっとタバコ買ったんですけどね、その時にね、これが10倍になって帰ってきますようにって言っといた。早速、昨日ヤホーさんが言ってたやつ。うん。楽しみじゃないか。10倍になって。だって2個買ったからさ、1000円ちょっとでしょ ?10 倍になって帰ってくるんですよ。1万円ぐらいで帰ってくるってことでしょ?いいじゃないか。じゃあ今度1万円の買い物したら10万円になるってことでしょ ?10 万だったら100万ってことでしょ?いいね。100万だったら1000万。まあ当たり前なんだけど、1000万だったら1億ですよ。1億だったら10億って、もうこれ切れないね。10億だったら100億でってみたいな。いいじゃないか。1000億円とか。はぁ、楽しい。こういう話大好きよ、本当に。うん。そういう話してると、そんなこと言ってもさ、って、そんなお金の話ばっかしてさって言われるかもしれないけど、知れないけど、僕は、そういう話が大好きで、そういう話をすると、食べる話と一緒で、食べ物と一緒で、すごく興奮するんです。上がるんです。はい。いやー、本当に、この光、本当にこの光もまた、神秘的で、はい。これ見た人皆さんに、良きことが、なだれのことが起きますよ。本当です。はい。ついでるともみんさんでした。では、私、ちょっと、床屋さんに行ってまいりまーす。それでは、皆さん、ありがとうございます。視聴していただき、逆だね。視聴していただきまして、ありがとうございます。はい。チャンネル登録の方もよろしかったら、お願いいたします。ついでるともみんさんでございました。じゃあ、また動画撮りますんでね。よろしくお願いしますよ。明日また、夜には岡山県に向かうので、そんな動画も撮れたらいいなと思ってます。じゃあね、バイバイキーン、ウィンウィン。本当にいいことあるでしょ?あるね。